はい、フリースタイルトラベラーのチャンネルをご覧の皆さん、小田亮太郎です。今日話す内容は、ワーキングホリデーでクレジットカードは必要なのかっていうお話をしたいと思います。結構これ聞かれるんですよね。ワーホリってクレジットカードとかあった方がいいのみたいな。でこれ単刀直入に言いますけど、基本的に海外に行くんであればクレジットカードは絶対に用意してください。これはワーホリも例外ではありません。後で詳しいお話はするんですけれども、結論から言うと絶対にあった方がいいです、クレジットカード。で、よく言うんであれば2枚、まあビザ、マスター、JCB、アメックス、ダイナス、まあいろいろありますけれども、うち1枚はビザカードで、1枚はマスターカード、この2枚用意してもらえれば基本的に問題ないです。でこれはワーキングホリデーに限らず、海外旅行に行くんであれば基本的に最低限で言えばビザ1枚、マスター1枚あれば大丈夫です。じゃあワーキングホリデー、ワーホリ先でクレジットカードを使う機会あるのかっていう話なんですけれども、これはね、ワーホリビザで海外に行きますと、仕事とか見つけるじゃないですか。見つけて、最初初任給振り込まれましたと、そしたらそこから先はそのお金使えばいいんで、そこから先、仕事が順調であれば基本的に使う機会はないです。だからワーホリに行ってクレジットカードを使う機会っていうのは、入国してから仕事を見つけて、その初めての給料が振り込まれるまでのお話ですね。その間は結構クレジットカード使う機会あると思います。なんでかって言ったら、やっぱりね、両替手数料が高いんですよね。例えば何十万とか持ってきて両替して、銀行口座を作るんで、そこに預けるっていうのもいいんですけど、レートとしてかなり損です。となると、オーストラリアとかもそうですけど、どこ行ってもクレジットカード使えるんですよ。カナダもそうなんですけど、クレジットカード使えないってコインランドリーぐらいですよ、多分。それが基本的に使えるんで、基本的にはクレジットカード使った方がいいです。であともう一つのクレジットカードを使う機会、ワーホリ期間中にクレジットカードを使う機会っていうのは、ネットショップですかね。例えば僕はApple の MacBook 使って、スマホも iPhone なんですけれども、要するにその Apple Store でなんかアプリを課金するとかね、そういった時にその自分のクレジットカード登録してるとなると、そこでお金使いますよね。あと使うっつったら、帰る時じゃないですか。ワーキングホリデーを終えて帰りますととなった時に、これ人によるんですけれども、銀行口座閉める台数じゃないですか。閉める前に現金をどうにかするわけですよ。あんまりお金ない人は全部自分で現金でもらって、それをどっかで両替してもらって日本円に変えて帰る人もいるし、結構稼いでがっつりお金あるっていう人は、それを国際送金で自分 の日本の口座に送金する人もいるんですけれども、もし自分の預金を全部日本銀行に送金してしまったら、もうすでに口座持ってない状態ですよね。だからそうなると、帰国直前とかはやっぱクレジットカード使う機会があるかなっていう感じですね。じゃあ、クレジットカード何がいいんだ、何作ればいいんだ、おすすめのクレジットカードあるのかっていう話なんですけれども、これね、深く掘り下げたら、僕結構クレジットカードも詳しいんですけど、これ話すとすごい長くなっちゃうんで、担当直入に何がいいかっていう話なんですけれども、まず自分クレジットカード持ってますかっていう話です。もしクレジットカードを持ってたらもうそれでいいです。ビザカード、マスターカード1枚ずつあればもうそれでいいです。別にこのカードがおすすめとかもそういうのも無視していいです。あればもうそれで問題ないです。でクレジットカード1枚持ってない人に対しては、年会費無料のやつでいいんで、何でもいいんで作ってください。例えば楽天カード、エポスカード、あとは一応キャッシングとか、これはちょっと別の機会の話しますけど、セディナカードとか、AC マスターカード、あとジャックス系、横浜インビテーションカードとか、なんかいろいろあるんですけれども、そういった感じの、もう本当に何でもいいです。年会費無料のクレジットカード、ビザ、マスター、作っていただければ結構です。クレジットカード、こだわりたい人はね、後々そういった動画も作ろうとは思いますけれども、これからワーホリ行くのにね、そんな年会費かかるようなカード作るっていうのがちょっともったいない気がするんで、基本的には年会費無料で有名なもので挙げると、その楽天カード、エポスカード、セリナカードぐらいかな、作っていただければそれで問題ないです。もうすでにクレジットカード持ってるんだったらもうそれでいいです。わざわざ買える必要ないです。じゃあなんでクレジットカード持っていった方がいいのかっていう話なんですけれども、保険です、言っちゃえば。単純にもうワーキングホリデー行きました、仕事見つかりません、もう底をつきました、お金がもっとなったら、もう最悪クレジットカード切ってチケット買って日本帰るとかね、
といった感じの、まあ、あくまでも最終手段としてのクレジットカードです。だ基本的には使わないんですけど、万が一もどうしようもない時に、まあ、最終手段としてクレジットカードを使う機会が一応あります。まあ、ワーホリ期間でカードを使うって言ったらそれぐらいかな。もうほんとそれぐらいです。基本的には使わないです、最初と最後以外は。だから途中、例えば Amazon で本買うとか、今だったら Kindle でなんか本読めるじゃないですか。まあ、そういう時の支払いとかもそれぐらいしか使わないんで、だからまあそのためだけになんかそのリッチなね、年会費のかかっちゃうようなクレジットカードを発行するとすごいもったいないんで、だからまあ本当年会費無料の本当なんでもいいんで、ビザとマスター1枚ずつ用意していただければもうそれで十分です。というお話でした。まあ、クレジットカードについては結構奥が深いんで、まあ、詳しく話そうと思えば僕も一応いくらでも話せるんですけども、何がいいんだ、このクレジットカードって結構よく分かってない人多いじゃないですか。まあ、そういう人たちになんかそういう奥の深いこと言ってももうしょうがないんで、全然分からないと思うんで、とりあえずビザとマスター1枚ずつ用意してもらえれば大丈夫です。で、何がいいんだって言われたら、年会費無料の、まあ、楽天カード、エポスカード、セリナカード、まあ、今はいろいろあるんですけども、今パッと思いついたのがまあそれぐらいなんですけれども、どれか作ってもらえれば結構です。ちなみにね、僕が何持ってるかっていう話なんですけれども、僕結構クレジットカードいろいろ持ってるんですけれども、まあ、僕は楽天カードも、今言った3つ持ってますよ。楽天、エポス、セリナカード持ってますし、まあ、僕はマイレージも貯めてるんで、まあ、アナカードとかね、そういったのも、持ってたりはします。まあこの話は余計かな。というわけで、まあ、クレジットカード必要なのかというものに対する結論ですが、ビザカード、マスターカード1枚ずつ用意してください。もう何でもいいです、カードの種類は。とりあえずビザ、マスター1枚ずつ用意していただければ大丈夫です。まあ、基本的に僕がこのチャンネルでは、まあ、旅行先の様子とかそういったものをチャンネルと動画に上げてるんですけれども、こうやって旅行してない期間にね、こういった感じで僕の今までの経験を通したお話、そのワーキングホリデーだったりとか、まあ、いろいろあるんですけれども、そういったものをお話ししようと思ってます。まあ、基本的にはまあ海外生活についてですね、そういったお話をこれからも機会っていう方はね、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。というわけで、最後まで動画見ていただいてありがとうございます。それでは、じゃあね。